せーのです。ここみです。なーなーチャンネル始まるよ。今日紹介するのはこちら。ホットモットのジバニャン弁当を食べるよ。いい匂いがしてさ、美味しそう。そうだね、いい匂いするね、うん。全部で2種類あります。私は焼肉。私は唐揚げ。はい。焼肉。じゃあ最初にこちらのこれステッカーを開けてみたいと思います。はい。あと当たりが入ってれば大変なのやつもないね。ねえ、当たりが入ってますように。当たりが頑張って。ここじゃ開けます。せーの。お、どんなに餅みたい。ニココちゃんはこちらのアイコ餅が出ました。はい、セイラちゃん、せーの、そうね、あ、なんだ、ウサピョンだ。セイラちゃんはこちらのウサピョンが出ました。はい、シャー、はい、ココミちゃん、せーの、お、コマさんのハッピー。はい、ココミちゃんはコマさんとミスターが出ました。はい、じゃあ早速お弁当を開けてみましょう。イエーイ。お口を描くの、こうなってるから、ここと口の部分と鼻の部分は、自分でこちらの海苔ソースでお顔を作ってください。やばいかもしれない。はい、じゃあ可愛くジバニャンを作ってね。できるかな、ちょっとやばいことになりそう。大丈夫大丈夫。じゃあね、はい、リココちゃんから海苔をつけてみてください。やって、おお、上手。もうすごい上手。大丈夫なの？なんかチョコみたい。海苔ソース、おお、なんか鼻はうまい。はい、できた。せーので開けてみよっか。剥がしてみよ。せーの。おお、かわいい。かわいい。はい、ジバニャン弁当も出来上がり。イエーイ。はい、では次はセイラちゃん。おお、うん、半分はいけたね。お、上手。うん、いいね。よし、できました。せーの。おお、耳が一個ない。何やっぱり、あ、いいね、上手じゃない。上手、イエーイ。はい、セイラちゃんの作品、ジバニャンです。はい、かわいい。そう、いいね、上手、うん、はい、では最後、ココミちゃんの挑戦です。はい、頑張って。かわいいジバニャン作ってね。はい、お願いします。はい、このソーセージが好き。うん、次はこっち、右側、左側。真剣です。はい、じゃあ、できましたか？できた。できた。じゃあ開けてみよっか。うん、せーの。お目目がくっついてしまった。次はこっちかい。できました。ココミちゃんのジバニャン。ココミちゃんの誰かしら、この子は。じゃあこれは、おめめ、なんかカエルさんみたいな。いただきます。いただきます。いただきます。割れてた、さっきご飯、ご飯から。うん、おいしい。私の持ってた。ココミちゃんとリココちゃんは焼肉弁当。これ食べて。弁当。ごちそうさまでした。美味しかったです。でもココミちゃん、焼肉弁当の焼肉全く食べれなかったね。うん。どうして？今日のダジャレ。焼肉は焼肉い。声が怖えな。一番楽しかったことは
何それグッパグッパそう何グッパグッパ体操でやったグッパそうなのこの前もさ、本当はさ、お祭りの日あの、お祭りの日の次の日かな昨日何が一番楽しかったってお祭りのことを聞いてたの、うん、グッパグッパってこの前言った